たりチャンネル。こんにちは、あたりです。今回は、こちらの変身スマホアプリチェンジャー、新発売になった、特急ジャーの追加戦士特急6号の変身アイテムアプリチェンジャーを、紹介したいと思うんですけども、今回、同時に2本、動画を上げさせていただくんですけども、今回のこの動画は、大人の方向けのこのアプリチェンジャーの説明で、もう一本の方は、お子様、主にお子様が見るようにちょっと僕がね、アプリチェンジャーで遊んでいるだけ、そういう動画になっています。はい、なんで、そんな動画をね、2分割というわけじゃないですけど、2本出したのかというと、まだこれ未開封なんですけども、このアプリチェンジャーが、出る、そして、広告、雑誌なんかでね、いろいろ出てる情報を総合した結果、あまりおもちゃとしてそんなに魅力的じゃないなっていうのを思ってたんです。はい、で、結構ギリギリまでおもちゃ屋さんに行って、で、誘導ブレーカーを買う、誘導ブレーカーを買うんですけど、アプリチェンジャーどうしようかなっていうのをすごく最後まで迷ってたんです。ただでも僕がね、その雑誌の情報だけでいいものか悪いものかって勝手に判断して何もしないっていうのもまたあれかなと思って、今回買ってまいりました。はい、で、主な不安要素がいくつかあるんですけども、まず、じゃあちょっといろいろ説明していきましょうか。はい、僕が購入を迷った不安要素の一つが付属のビルド列車。はい、こちらのね、付属のビルド列車なんですけども、今月の雑誌のハイパーホビー、そしてテレビマガジンに載っていたんですけども、はい、こちら、分かりづらいかな、はい、アプリチェンジャー付属の、ビルド列車は、はい、列車合体シリーズには対応していません。こちらの、テレビマガジンにも同様に書いてあります。どこだったかな、こちらね、ビルド列車、はい、列車合体シリーズとは合体できません。はい、言うならば、特急チェンジャーをお持ちの方はもしかしたら、分かるかもしれないですけども、こちらの特急チェンジャー付属のレッド列車は、はい、こちら列車合体に対応してないんですね。わかります。後ろのへこみがないので、列車合体シリーズは対応してない。なんか特急王とかディーゼル王とかね、あれには合体できない。だから、この、アプリチェンジャーのビルド列車は、ああいう、特急王、そしてディーゼル王なんかのね、腕とかにはめることができない。これが、やっぱり最大の不安要素。はい、そしてそのビルド列車なんですけども、来月発売するんですよ。はい、来月別口でまたビルド列車が発売するんですね。なので今別に急いで買わなくてもビルド列車は後々買えるし、完全版を買うことができる。誘導ブレーカー、よいしょ、誘導ブレーカー、そしてアプリチェンジャー、これ気づいた方いるかな、ここにビルド列車が乗ってるんです。これビルド列車、この青い影のやつね。で、変形してるでしょね、変形してるでしょ、ここカパッてこう口が開いてる感じになってるでしょ。これが、ビルド列車の本来のこのなんていうの、稼働的な、遊び的な、言うならばこちら、ちょっと一回スキップしよう。はい、こっちが、特急チェンジャー付属のレッド列車、こっちが特急王付属のレッド列車。特急チェンジャー付属の、はい、レッド列車は列車型には対応していなくて、
特に動くとかそういうギミックが全くついてない。で、この特急王付属の、レッド列車は、はい、ちゃんと列車型に対応していて、いろいろ、はい、こんな感じで動いたりするんですね。はい、この2本、なぜ持ち出したか。言うならば、こっちがこのアプリチェンジャーに入っている付属のビルド列車だと思ってください。で、これが今後発売するデラックス版のビルド列車。ね。これ、比べたら、ずっとこっちの方がいいでしょ。まあ、もちろん、稼働によって、こう、いろいろ、まあ、なんかこう、削られてる部分があるから、そこ気になるって方は、もちろんこれを買ってもいいと思うんですけども、このバージョン、絶対、食玩で出ますからね。400円で。はい。だから、本当に、急いでほしいっていう人だけ。ビルド列車に関しては、ビルド列車に関しては本当に急いでる、もうめっちゃ急いでるっていう人だけ買った方がいい。でそういう感じになってます。それが、この付属のビルド列車。このビルド列車の不安要素。そして不安要素の二つ目が収録音声の種類。はい。これもまたハイパーホビーなんかで、読んで、まあ知ってたんですけども、収録音声がまあ、返信音声、そして着信音声、まあ、これは当然ですよね。まあ返信、特急6号の返信アイテムなので返信音声は当然で、スマホの形をしているので着信音声が入るのはもちろんで、残りの2つなんです、はい、それがビルド列車召喚音声とドリル列車召喚音声。なんでこれが不安なの、はい、言うと、そのビルド列車召喚音声とドリル列車召喚音声、ボタンが分かれてるんです。なんで？ね？なんでそれが不安なの？特急チェンジャーを持っている方ならまあもうお分かりかと思うんですけども、はい、特急チェンジャーってここに3本ピンがあるんです。これ3本のピンで、はい、こちらの特急列車を読み込んで、あ、特急列車のこのピンをね、どれが倒れているかで読み込んで、それで特急列車を認識して音声を鳴らしてるんです。言うならば何を指してもその特急列車の音が鳴るんです。ただ今回これはそうじゃない。ビルド列車ならビルド列車のボタンを押さなきゃいけないし、ドリル列車ならドリル列車のボタンを押さなきゃいけない。こっちだったら特に何もさせない。これ召喚音声をしてスライドするだけでいいから。だから、まあ、はっきり言っちゃう。これ、他の特急列車に対応してないです。ビルド列車とドリル列車にしか対応してないです。それが不安要素ですね。はい。ここまでが僕が雑誌を読んで得た情報から、この不安に思っている部分ですね。はい、あとは単純に値段ですよ。これ3000円ぐらいしますから、ね。で、そのビルド列車と収録音声が不安に思ってて、その不安、な要素がその3000に見合うかどうかっていうのがやっぱり最大の焦点でございますよ。はい、というわけで、今から、お子様用のね、はい、このアプリチェンジャーを使って遊ぶぜっていう動画を撮影しながら、この大人向けのね、このレビュー動画も撮影していきます。はい、それではいきます。はい、このアプリチェンジャーなんですけども、簡単に説明させていただきますと、この、返信召喚音声を押して、この線路上のこのボタン、はい、このボタンを押すだけで収録音声になるんです。はい、なのでその走らせる列車は何でもいい。極論を言えば特急列車いらない、いらないんです。はい、なので、まあ、返信、はい、はい、これでもう返信が完了ね。召喚、はい、はい、はい、ビルド、はい、こんなんです。これしかギミックがないんですよ。はい、今この通常レビューを撮影し終わってこの動画を撮影しているわけですけども、やっぱり収録音声は少なかったかなっていう気はしますね。
電源ボタン、オープンにクローズ、そして、返信音声ね、で召喚音声、召喚音声、着信音、これだけなんですよ、収録されてる音声は。まあ細かいところを見ていけば、まあ、いろいろ、まあ、満足まではいかないけど、結構まあ、いいなって思う点はあるんです。まあ、例えばこの液晶画面ね、液晶画面ここに例えば7時半って書いてあったりとか、あとこのスライドギミック、これはなかなかいいな。ちょっとこう押してこの辺ぐらいでスッね、まあ、こういうギミックになってる、こういうギミックになってる、このシャカシャカ感はねいいですよ。これはなかなかすごいなと思いました。まあ、ただ今だったら多分同じぐらいの値段で特急チェンジャーが買えるので、うん、例えばお子様が誕生日とかで、まあ、これが欲しいって言われたら、後々のために、まあ、後々のことを考えると特急チェンジャーの方がいいんじゃないかなとは思いますね。収録音声とか遊びの幅を考えても、はい、うん、まあそこら辺はやっぱりお子様と相談して購入するかしないかをやっぱり大人の方が考えてあげるといいかもしれないですね。あたりチャンネル、はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはこちらの変身スマホアプリチェンジャーでした。でこちらが付属のビルド列車です。このビルド列車が目的で購入する方はもうちょっと待つとデラックス版のこのビルド列車が出てくるので、はい、そっちを購入してもいいかもしれません。ただこれからね、どんどん特急6号が活躍していくと思うので、はい、ね、気になる方は購入してもいいんじゃないかなと思います。ただ若干ちょっとギミックがやっぱり少ないかなっていう気はしますね。変身、召喚2種類に着信音声、4種類しか、音声がない。あとオープンクローズの音もあるんですけども、まあそれだけみたいな、まあちょっと寂しいかな。誘導ブレーカーも、まあ、大体4種類で、こっちも大体4種類、ね、まあどういう、ただね、特急チェンジャーとかでは聞けない音声が多々あるんですよ。例えば揺れますのでご注意くださいみたいなね、まあ、そういう音声はあれなので、はい、まあこれ限定で聞ける音声、気になる方はどうでしょうか。あと言い忘れてた、このディスプレイについてるボタン、はい、まあ、例えばカメラボタン、動画再生ボタン、メールボタン、こちらが多分レインボーパスボタンとかね、お天気アプリ、路線図アプリ、そしてネットアプリなんかね、例えば家とかでお子様がスマホをすごく触りたいって言っている家庭は多々あると思うんです。そういうものだと思うんです。お子様は親が触ってわちゃわちゃしているのを見て僕も触りたいみたいなね、そういう願望ってやっぱ出てくると思うんです。そういう時にこれを渡して、ちょっと何々くんカメラで写真撮ってよみたいなね、カメラボタンを押させて、まあもちろんカメラのアプリとかは開かないんですけども、まあ、そういうごっこ遊びにはなんかすごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、着信ボタンもあるし、メールボタン、そして、お天気なの、お天気調べてみたいなね、ちょっとね、まさしくんお天気調べてみたいな、分かったよママピッ、ね、写真撮って分かったよママピッ、ね、まあ、そういう遊び方は多分ねすごくいいんじゃないかな、ぴったりなんじゃないかなって僕は思います。いかがでしょうか。はい、値段はだいたい3000円ぐらいですね。おもちゃ屋なんかに行くと3000弱で購入できますということで、はい、それではまた次回、バイバイ。